このしっとりとして甘く、もっちりとした歯ごたえ。小腹が空いた時の甘味は至福ですわ。三色団子といえば、お花見のイメージでしたが、最近はこんな時期にも店頭に並んでいるのですね。嬉しくなって、ついつい選んでしまいましたわ。ルビーへのお土産と、あなたの分もありますから、遠慮なく召し上がってください。春を先取りしているみたいで、気持ちも華やかになりますわね。このピンクのお団子は、昔ながらのほんのりとした梅味でしたわ。ということは、白はプレーンで、緑はよもぎ味のようですわね。たまに抹茶味のお団子もありますから、ルビーとこうして何味か予想しながら食べていたのも懐かしいですわ。ピンク色のお団子は色がとても可愛らしいですから、ルビーはいちご味と嬉しそうに話していたものです。いちご味とプレーン、抹茶味の三色団子があったら私たちにうってつけですわね。三色団子の甘さは食べていてほっとしますわ。こんなに美味しいお団子があると分かっていたら、家でお抹茶を立ててもよかったですわね。では今度遊びにいらっしゃる時の手土産は決まりですわ。私もとびきり美味しいお抹茶をご用意してお待ちしておりますね。これからどんどん日が長く暖かくなっていくと思うと、本当に春が待ち遠しいですわね。そうそう、みんなでお花見もしたいですわね。